彼とのわだかまりを消す方法あなたが大切なあの人といまいちこうわだかまりを感じていて、えー、なかなか連絡が取りづらいなあどうしようかなーなんて思ってる時にどうすればいいか、えー、今日はそんなお話をご紹介したいと思います <music> こんにちは小川健次です このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイディアやヒントを紹介しています僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しくださいちょっとしたいざこざや、えー、ちょっとしたコミュニケーション上のすれ違いが起こってなんとなく心にもえもえしたものが残っているあの人との やり取りということだけじゃなくてね。例えば、信頼している上司にね、こっぴろく叱られたとか、えー、会社で、ね、なんかこう同僚と、ちょっとしたトラブルがあったとか、まあ取引先に叱られたとか、やっぱりこう誰かと関わっていると、その人とちょっとしたね、些細な、まあトラブルというと言い過ぎかもしれませんけど、えー、まあすれ違いや行き違いや、えー、衝突が起こって、 それがね、あなたの心の中にわだかまりとして残っていて、どうもあの人と話しづらいな。えー、昨日あんなふうに言われたし、ちょっと、ね、接しづらいな。えー、この間の LINE のやりとりで、彼とはどうもちょっと連絡を取りづらいななんていうふうに思ってしまうことあるじゃないですか。でね、そういう時に、 私たちは、じゃあそのわだかまりをね、ずーっと持ったままでいいのかというと、そんなものはよくないのは分かっているし、わだかまりを持ったままね、えー、そういうメンタルで誰かと接して、なんかいいことあるかっていうと、まあ、はっきり言うと何もないですよね。えー、ちょっとこちらの方が、まあ、自分をね、ひげしてじゃないけど、えー、自分を下げて、相手に気を使い、 何かね、こうビクビクしながら接することで、お相手もね、やっぱり、あ、なんだこの人、ちょっと面倒くさい人だな、なんていうふうに思ってしまうから、どん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 溝は深くなっていく。ならば、そのわだかまりなるものを気にしないことですよ、えー。気にしなくていいんです。で、なぜ気にしなくていいかというと、これね、大事なことなんですけど、あなたが気にしているほどお相手も気にしていないから。 あお相手は気にしていないのでねえあなたがわだかまりと感じていることを彼もわだかまりと感じているかというとまあ、多くの場合多くの場合ですよ何も思ってないんですねえ別れ際はえ一言言ったあの言葉あれが 彼がすごく気にしていていね、えー、彼はそのことですごく傷ついてるんちゃうかなそう考えたらちょっとなかなか連絡しづらいななんて思っちゃったりすることあるかもしれない、えー、あそこでね言ったあの一言あの時のやりとりあれがね、えー、やっぱり彼は絶対私のことをよく思ってないに違いないとかね、えー、思ってるかもしれませんけど まあ大体気にしてないですね。気にしてないというか、あれそんなこと言ってたとかね、あれそんなことあったっけというふうに、まあ思いますよ。だって、それはね、逆の立場で考えてみてもそうじゃないですか。あなただってね、人が何を言うかとか、えー、人がね、えー、何をしたかとか、えー、あの人ってね、どんなコミュニケーション上の層があったかなんていうのは、 あんまり気にしないでしょまあ気にすることはもちろんあるでしょうし、気にすることはもちろんあるんだろうが、でも多くの場合、言われてから、ああ、そうそう、ああ、全然全然、そんなん全然私気にしてないから、何言ってんのそんなこと気にしてたのね、全然いいのに気にしなくて、なんていうことはあるじゃないですか。それと同じことです。あなたが一人でね、えー、悶々と考えて、えー、これぐらいのね、これぐらいのささやかな小さな小さなことをね、悶々と悶々と 考えて、えー、どん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 大きくしていく、えー、その大きくなったものがどっかでね突然ドカーンと爆発して、えー、理不尽にね、えー、切れ出して理不尽に長文ラインを送りつけたりとかね、えー、まあなんかね理不尽にこう何て言うんでしょうかねこう、まあ、泣いてみたり叫んでみたりみたいなことをしてね、えー、相手はドン引きするだけの話ですよ。 なので、えーとまあ、わだかまり的なものというのは、そもそも人の心にはあんまり存在しないしね、まあ、なぜならば、人はね、他人のことを考えているほど、そんなに暇じゃないんですよね。あのまあ、もっともっと若くてね、やることそんなにないような、もうねえー、小中学生ぐらいの、えー、子だったらいいかもしれませんけど、まあ、それだって勉強がね、むしろ忙しかったりするんでしょうけど、でもね、ある程度、みんな仕事があったり、家庭があったり、えー、自分の生活があって、 その中でね、考えなきゃいけないこといっぱいある。その中で、あなたが発した一言だとか、あなたとどの些細なやりとりなんていうのは、あなたがね、えー、考えるほど、お相手は重く考えてないし、ささやかなことなんでね、ささやかなこと。まあ逆の立場で、まああなたからすればね、私はこんなに思ってるのに、えー、こんなにね、わだかまりに感じてたのに、それを感じてくれないなんてひどいなっていうふうに思うかもしれないけど、 でもね、えー、それは人にとって優先順位って違うわけで、えー、あなたの優先順位がそのわだかまいだとしても、お相手はね、そうだとは全く限らないので、えー、そんなことはね、気にしなくていいんです。えー、そもそもね、えー、あなたが愛した人、あなたが一緒にいたいなと思ってた人が、そんな小さなことでね、ごちゃ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 気にするような人じゃないでしょ。えー、だから、えー、連絡を控えようとか、 だから、えー、会いに行くのやめようとかじゃなくて、えー、お相手は全くそんなこと気にしてないので、えー、あなたがね、そんなこともし気にしてて連絡をするのをやめてるのであるならば、もうね、そういうのやめた方がいいよ。普通に連絡した方がいいですから。普通にしれっとね、何事もなかったかのように。でももし向こうがそれを気にしていたんだったら、あ、ごめんなさいき、えー、これこれはこういうことだったのよということで、それはそれでね、向こうはもし気にしていたんだったら、 話をして、そこをちゃんと消化する機会だったりするわけじゃないですか。気にしてなきゃ気にしてないでね。えー、まあそのまましれっと行けばいいだけの話だし、あなたの中で、もやもや感が消えないんだったらね、一言ね、えー、この間ごめんなさいなんて言えば、あ全然そんなこと気にしてないよ。そんな気にしなくていいのに。っていう話で、終わる話だからね。えー、そういうふうにこう、わだかまりを感じているとき、えー、なんかね、こう、もやもやしてるものがね、 えー、あの人に対してある時ほど、ちゃんとね、こう連絡を取ることですよ。止まっていて、自分の中で考えて答えを出そうとしないことです。そんなことしちゃってね、答えは出ないし、わからないし、疲れるだけだし、疑心暗鬼が広がっていくだけだから。だったらね、もう速やかに連絡をして、えー、ごめんね、えー、昨日あんなこと言ったけど、ね、すいませんね、みたいなね。まあ、上司に怒られたんだったら、えー、昨日は、すいませんでした、なんてね、えー、いうふうに一言言っとけば、ああ、全然そんな、ね、あの、それはそれでやってくれればいいからって話で、 終わる話、なんてね。止めておかないことです。止めておかないことです。えー、そんなことしてると、誰もハッピーにならないし、あなたが苦しいだけだから。そして、もしね、逆の立場で、彼が何かね、あなたに対してわだかまりを感じているようだ。えー、まあ、あなたの同僚や、あなたの部下や、後輩がね、あなたに対して何かわだかまりを感じているようだ。えー、それでね、何かこう自分に対してちょっと距離を置いているようだ。そんなふうにね、もし、 え気配を感じるようなことがあるならば、あなたからね、ぜひ声をかけてあげていただきたいんです。おお、どうよ、今日は。みたいなね。で、あなんか何あれ、まだ気にしてんのみたいなねえ。ことを一言言ってあげて、そんなん全然気にしなくていいし、あのあもし昨日そういうこと言ってたけど、私そんな全く、ね、意識してないからえ、気にしてないから全然大丈夫だよっていうふうに、一言言ってあげるだけでね、えお互いの間にあった、こう、ちょっとした壁がね、ドロドロドロって溶けてなくなっていくから、 えー、どんなものでもそうなんですけど全部は全部そうだとは言い切れませんけどねでも多くの場合どんなもの,ものどんな場面でもやっぱり話をすると解決することってあるんですあなたの中で、えー、悶々とね、えー、抱えていたりあの人がどうやらこう悶々となんか抱えているようだなという時もやっぱり言葉を交わしてお互いの 考えを伝えてあげる。何を思ってるかということを伝えてあげる。そしてね、聞いてあげる。そうすると、あなた自身も、もやもやがなくなっていくし、お相手ももやもやがなくなっていくんでね。えー、すごく簡単な話なんですけどね。まあ、その簡単な話を、やらないから、ささやかなわだかまりでね。え、それを大惨事にして、え、後で痛い思いをして、泣くはめになるんです。気にしなくていいですから、本当にね。えー、なので、 もしちょっと気になっていることがあって、またわだかまりに感じていることがあって、連絡をしてないんだったらね、もうね、今すぐ連絡をした方がいい今すぐね。えー、ね、昨日ごめんね、みたいなね。えー、今日何してんのみたいなことを、しれっと連絡をしてみる。すると、あなたがわだかまりを感じてね、えぇ、ー、もや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 、えー、ずっとしていたことが、あっさりね、え溶、ー、けてなくなって、えー、あの人との距離、えー、ぐっと近づけていくことができるし、そして、 そうやってね、えー、小さなことに囚とわれない、寛容であるあなたに対して、お相手もね、えー、まあお相手だけじゃなくて、まああなたの彼だけじゃなくてね、まあ会社の仲間、お友達もね、えー、もっとこう、身と心を委ねてくれる。だからこそお互いの愛や信頼が深まっていく。ということになるのではないでしょうか。